こんにちは、小川ダンです。今日はダヴィンチリゾルブでデハンサーというプラグインを使って本物の映画のような映像を作る方法を説明します。デハンサーはデジタルカメラで撮影した動画をフィルムカメラのような映像にシミュレーションできるプラグインです。この動画ではダヴィンチリゾルブ上でデハンサープラグインを使用して映画のような映像に仕上げる方法を説明します。今回この動画をご覧になっている方限定で 10% 引きで購入できるプロモーションコードを特別にデハンサーから提供いただきましたので、興味を持った方はぜひ小川ダンというプロモーションコードを利用してお得に購入いただきたいと思います。またこのデハンサーは最近ファイナルカットプロ版もリリースされましたので、ファイナルカットプロ版も近日中に別動画で紹介したいと思いますので、興味のある方はチャンネル登録をお願いします。まず最初にデハンサーについてご紹介したいと思います。デハンサーはフィルムカメラで使用されるフィルムを再現できるプラグインです。皆さんも昔のフィルムで撮影された映画をご覧になったことがあるかと思います。もちろん現在でもフィルムは映画の撮影現場で使用されており、フィルムならではの独特の雰囲気は未だに利用され続けています。デハンサーの最大の特徴はデジタルカメラで撮影した動画に実際に存在するフィルムの色や質感などをリアルに再現できることです。フィルムの色味だけではなく、フィルムグレインと呼ばれる粒子やハレーション、ブルームといったフィルム独特の質感や特性まで再現できるのがデハンサーの特徴です。つまり単純に映画っぽい雰囲気にカラグレするという次元ではなく、あたかも本物のフィルムを使用して撮影したような映像が再現できるのがデハンサーというものです。では早速ダヴィンチリゾルブ上でデハンサーを使って操作していきたいと思います。まずカラーページを開いて、右上のエフェクトから一番下の方にあるフィルムエミュレーション、そこにデハンサーが表示されますので、こちらをノードにドラッグ&ドロップします。そうすると右側の設定のところに細かくパラメーターを設定できるモードが現れます。デハンサーのパラメーターは全てここで調整していきます。パッと見はスライダーばかりでとっつきにくいかもしれませんが、基本的に上から順に設定していくようになっていますので、慣れると簡単に操作できるようになります。見やすいように機能を折りたたんでみると、このようなですね、設定項目がデハンサーには用意されていることがわかります。各機能を順番に調整していくことで、本格的なフィルムっぽい見た目の映像に仕上げていくことができます。では上から順に見ていきますと、まずインプットのところでは、撮影した動画ファイルの加工しやすいように変換していく作業があります。一般的なカメラで撮影した動画であれば、何もいじらず、REC709、REC709 と書いてあるものを選んでおけば良いと思います。デハンサーの面白いところは、ここで、チューズカメラというものを選びますと、ここからですね、例えば Apple の iPhone とか、Blackmagic のカメラ、Canon のカメラ、富士フィルム、Panasonic、Sigma、Sony など、カメラのメーカーを選ぶことができます。例えば私は今回キャノンの EOS R6 で撮影しましたので、ここにですね、あらかじめプリセットが用意されてますので、ここから自分で撮影したフォーマットを選ぶと、こういう風にですね、もう勝手にログフォーマットから REC709 に変換してくれるという機能が備わっています。続いてはフィルムですね。こちらがですね、このデハンサーの肝となる部分だと思うのですが、ここにですね、非常に多くのですね、フィルムストックからですね、シミュレーションして選ぶことができるというものになってまして、で、私もこういったフィルムの名前に詳しくないんですけども、調べたところですね、やはりコダックの、例えばですね、このビジョン3というシリーズがあるんですが、こちらのフィルムっていうのは今の現代の映画でも広く使用されているもので、日中に撮影した映像と、あるいはタングステンの、室内とかですね、照明を当てて撮影したような映像に使用されるフィルムというものがここに4種類コダックビジョン3でも用意されております。で、今回冒頭でお見せした映像は全てコダックビジョン3の 200T というものを使用して夕方の撮影でしたので、ちょっと光が若干少なくなってきたというところで今回は 200T を選びました。で、このフィルムのところではプッシュプルと呼ばれるようなところで、このフィルムのですね、特性をちょっとこう変化させて、露出なんかも関係しているところを変化させて、同じフィルムストックの中でもちょっとこう色味を変えていくと
ということが可能になっています。続いてはエクスパンドですね。こちらはですね、ブラックポイントとかホワイトポイントで、まあブラックポイントっていうのはこの黒い部分のですね、黒さをどの程度黒くするかというところ、ホワイトポイントは逆に白っぽいところの明るさをですね、どの程度まで動かすかというところの、まあ、基準をですね、決める部分となります。続いてですね、プリントですね。こちらも非常にフィルムカメラ独特の設定となっておりまして、主にですね、リニアと呼ばれる、これはまあ、プリントではないんですが、通常モード。他にですね、コダックや富士フィルム。特にこのコダックの2383プリントフィルムというものが非常に有名で、こちらをですね、使用しますと、よりですね、シネマっぽい、フィルムっぽい、映画っぽい映像に仕上げることができるという風になってまして、でさらにここでも露出やコントラストですね、あとはまあ、色のですね、濃さっていうところを調整できるようなパラメーターが用意されています。であとはまあ、カラーヘッドですね。これは色味のですね、色かぶりとかをこう調整していくもの。で、フィルムグレイン。これも非常に面白くてですね、フィルム独特のザラザラとした質感、粒子ですね、粒子をこう表す、リアルに再現するという機能が備わっておりまして、これもですね、さらにデジカメで撮影した映像っていうのは非常にノイズが少ない映像が多いと思うんですけども、そこにあえてノイズを乗せて、グレインという、まあ、粒子ですね、フィルムグレインを乗せることで、よりアナログっぽい、フィルムっぽい感じが出せると、こちらも使ってみると面白いかと思います。あとはハレーションとかですね。ハレーションはですね、人工的な明かりとかですね、光源に対してこう赤くですね、縁取られるようなフィルム独特の効果が出せるものとなっています。で、ブルームはですね、まあ、ミストフィルターのような感じで、こちらも光の部分をですね、こう少しソフトにですね、拡散するような効果があるというものも備わっています。あとはビネットとかですね、こう映像のですね、周辺の光量をちょっと落として雰囲気を出すとかですね。あとはフィルムブリーズとか、ゲートウィーブと呼ばれるフィルム独特のまあ動きですね、こうアナログっぽいフィルムがですね、こう生きたようなですね、フィルムがまあ呼吸しているような感じの映像が出せるという風になっています。で、最後にまあこのアウトプットっていうので、まあ、全体のですね、このデハンサーの効果を調整するというものになっています。面白いのはここにラットジェネレーターと呼ばれるものがありまして、こちらを使用するとこの画面でですね、パラメーターで設定したものをラットとして書き出すことができます。で、正直ですね、このデハンサーっていうのは非常にですね、重たいプラグインになっていて、今私は M1 iMac を使用しているんですけども、正直ですね、まあ、4K の映像だと、このデハンサー使うと、リアルタイムの再生っていうのは結構難しくて、カクカクした再生になってしまいます。ですので、例えば使い方として、ラットでですね、あらかじめシミュレーションを簡易的にですね、書き出しておいて、映像にはラットを当てて、カット編集の時はこのラットだけで、まあ、ある程度の色味を再現して編集する。で、カット編集が終わったら、最終的にもう一度ディハンサーで細かく設定し直すというような使い方もできるかと思います。このように、ディハンサーは簡単な操作だけで本物のフィルムで撮影したような映像を極めてリアルに再現できるようになるため、映像制作をしている人に大変おすすめのプラグインです。特にダヴィンチリゾルブはカラグレで定評があり、皆さんもダヴィンチでカラグレをしているかと思います。ディハンサーはただでさえカラグレに強いダヴィンチをさらに強化して本物のフィルムを再現できる本格派のプラグインです。私はダヴィンチリゾルブでカラグレをしたり、ラットを使ってあれこれ試したりするのを楽しんでいますが、このディハンサーを使い始めてからは簡単に本物の映画のような見た目にすることができ、時間を忘れてディハンサーをいじることにハマっています。皆さんの中にも同じようにカラグレにハマっている人がいらっしゃるかと思いますが、そんな人にかなりおすすめしたいプラグインです。ディハンサーは2週間お試しで無料で使用できますので、まずはご自分で試してみて、気に入った方はぜひプロモーションコード小川ダンを使用して 10% 引きでお得に購入いただけたらと思います。以上、ダヴィンチリゾルブとデハンサーを使って本物の映画のような動画を作る方法でした。気に入った方はいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。